性暴は、帽子の定義の一つであり、軍人の軍服や、警察官、消防士、準軍事組織構成員、駅員,船員、船員、航空機パイロット、警備員などの制服、学生の学生服、スポーツ選手のユニフォームなど、ある一定の集団や、組織の所属者が着ることを目的に規定された制服の一部として、被ることが正式化された帽子を示す。 急に本軍や自衛隊などで、聖望と呼ばれるものは、聖望の一種。厳密には、訓令、複製規則などにより、制服の一部として着用が定められた、帽子すべてを聖望と呼ぶ。聖望という形の帽子はない。そのため、同じ集団内でも用途に応じて様々な形の帽子が聖望として定められることが多く、男性と女性で聖望のデザインが異なる場合も多い。 鉄棒や安全棒などのヘルメットなども、訓練などにより着用が定められたものなら性暴で、あると考えることができる。逆に、たとえその集団の制服の衣装に限りなく同一に、デザインされた帽子や、その集団の部署単位や、個々人レベルが作業の必要に応じて用意し、服務中に被っている帽子だったとしても、正式として規定されていない帽子は性暴には該当しないことにもなる。 日本の自衛隊で各駐屯地や部隊単位で独自に製造販売され、様々な場で隊員たちがよく被るアポロキャップ型の部隊識別棒などがこのような性棒ではない帽子に該当する。また現在はアメリカ軍の性棒として規定されているブーニーハットももともとはベトナム戦争期に戦地での必要性から兵士が個々人で用意して被った私物の帽子が起源である。 なお、日本ではごく一般的には、性帽といって連想される帽子としては、軍人や警察官などが被る、官房や男子学生が被る、学生帽などが挙げられる場合もあり、これらの帽子がそのまま性帽と呼称される場合もある。また、性帽につけられる気象は、帽子をと称される。これは、複製でデザインや材質、大きさなどが厳密に定められていることが多いが、 時には、気象類が一切つかない性暴も存在する。その他、特に戦闘暴や作業暴では、現場レベルの判断で、部隊省や階級省などが規定を無視して取り付けられ、黙認される例も多い。性暴を制定する意義は、制服の場合と、同じく組織内部の人間と組織外部の人間、組織内の序列、職能、所属などを明確に区別できるようにすることである。また、 同じ性望をこむる、者同士の連帯感を強めたり、自尊心や規立、忠誠心を高める効果が期待される場合もある。格好良い性望や可愛い聖望は人に憧れを抱かせ、その聖望を被りたいという願望を持たせ、人材確保に一役買うこともある。聖望には職務にあった、機能性が求められる。例えば軍隊では、儀礼用には、豪奢な装飾を施した。 社交帽等が用いられ、通常の服務中は階級や職能を区分するための衣装が施された官房が用いられる。そして野外作業や戦闘中には官房と同様の識別性を持ちながらも、より必要な機能性に特化した作業帽や略帽といった性帽が制定される。逆に、学生服やスポーツのユニフォームなど、軍隊や警察、 消防ほど機能性の細分化が求められない制服の制服は単一のものを制定するのみで済ませられる場合もある。略防は略式制服とも呼ばれる制服の一種で、名前の通り講義には何らかの目的で装飾や衣装を簡略化した制服全般を示す。特定の作業用に機能性を重視して規定された制服は作業服と呼ばれ、制服と区別されることもある。 作業服に合わせて制定される、機能性に優れた構造の帽子が、作業帽と呼ばれるが、作業帽はあくまで特定作業時にのみ被るものとされ、服務規定上の突起がない限りは、接客、儀礼時には、着用が許されない場合が多い。一方、略帽は作業帽に似た、利便性と機能性を持ちながらも、作業帽とは異なり簡略化された性帽として、正規の性帽と同様の所属。 階級の識別性などを有している場合が多いため、接客、儀礼時にも着用が許される場合が多い。このように、略棒は正規の儀礼でも用いられる格式を与えながらも、製造にかかるコストや物資が儀礼棒や官房よりも節約できるため、特に戦時体制下では略棒を大量生産して、着用を奨励することで、結果的に正規性棒の官房をほぼ被らなくなることもある。 アメリカ軍ではギャリソンキャップが略防の代表格である。アメリカのギャリソンキャップは占領軍がよく被っていたため日本人にとっては米軍の象徴のような印象がある帽子である。ドイツ国防軍やナチス親衛隊では野戦帽が略防だった。第二次世界大戦後期には統一規格野戦帽という全軍共通のバイザー付きのものも登場している。 日本で一般的に略棒として連想される帽子は、急に本軍で略棒として制定されたセント帽と呼ばれる様式のものが多く、それがそのまま略棒と呼ばれる場合もある。ありがとうございます。